大丈夫ですか、映って。あ、私は全然大丈夫です。はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとう、なんか頭1個分やもん。そう、頭1個分。人と同じように1番から5番まで。はい。荒川区議会議員の夏目明でございます。あ、すみません、もう一回いきますね。荒川区議会議員の夏目明でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。私自身は、17歳の頃から薬の指定難病を患っておりまして、その、見た目では分かりづらい病を持っている方、たくさん荒川区にもいらっしゃいます。そういったことで東京都が発行しているヘルプマークというものがありまして、そちらを普及するために、荒川区の方々からいろんなお悩みを聞いて、難病患者さんだったり障害を持っている方のために荒川区でも議会で取り組んでおります。また、私自身子宮頸がんに23歳の時になったんですけれども、その結果、子供が産めない体になってしまいました。私のような思いをする人が一人でも減ってほしい、そういう思いで4年前荒川区から立候補して、今現職の政治家としています。ワクチンの HPV ワクチンだったり、知ってるか知らないかでその人の将来亡くなってしまうとか、子供が産めなくなってしまうとか、そういったことが起こらないよう、私自身も積極的に普及啓発し、そして荒川区議会の中でも積極的に皆さんの命と健康を守る予防医療について政策で頑張っていきたいと思います。また荒川区は災害の危険地域として認定されている地域もあり、まだまだ危険な地域がたくさん残っています。そういったことも理解を取り上げながら、一生懸命荒川区民のために今後も頑張っていこうと思っています。引き続き応援よろしくお願いいたします。おはようございます。今日は熊野前にてチラシを配りたいと思います。今朝の7時でございます。今日は東京都めちゃめちゃ大寒波が来るって言われてる時の日なので、めちゃめちゃ寒いです。防寒きっちりしてでも寒いんですけど、今日は一日頑張っていきます。これチラシが入ってます。次世代の中のチラシが売り切れたので、ちょっと特殊詐欺の方のチラシを配っていきます。荒川区も数年で被害総額2億超えているので、皆さんも気をつけてください。まあ、高齢者が狙われていると思うんですけど、オレオレ詐欺対策の電話を荒川区は無料で配ってるんですが、高齢者の方に、なかなか多分取り付けられてない方が特殊詐欺に引っかかっているのではないかなと思います。目標何枚配るんですか今日は。私で20枚ちょっとで、ボランティアさんで、20枚ぐらい。ボランティア20枚、はい、うん、10枚10枚、3人、はい、3人なので、はい、もう25枚ぐらい超えてるかな。だいたい熊の前だと50枚ぐらい履けますね。今日も頑張っていきましょう。おはようございます。今日はみんなで政治活動をします。で、YouTube 広告屋の撮影撮ってます。なんか今日変やな、前髪。大丈夫なんか。見た目も大切ですからね。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。おう。はい、千葉テレから見てくれてるからけど。ああ、そうです。娘飽きとバズっちゃう。ダイヤモンドコレクション。コレクションの、すごくない？見てくれてる。見てくれる視聴者やった。視聴者。視聴者から。視聴者やったよね。見ました。はい。壮絶なこと言って、こんなことあったんだなーって。たまたま見られたんですか。いや、もう出るよっていうのを見て、ちゃんと見てくれてたよ、嬉しいやろ。告知を見て、うん、じゃあ見たもう録画して、すごい嬉しい、視聴者ね、あったみたいな。ということで、これもね、買ってくれたんです。ちゃんと購入しております。失礼します。はい。でも名前はアキナ、はい、アキがつくの、名前は。そうなんですね。それで覚えた、アキは。来ました。はい、おはようございます。本日は南千住駅で朝の駅頭をやりました。めちゃめちゃ寒いんですけど、ついにベンチコートを買いました。これに極暖の肌色のレギンスとめっちゃあったかい靴下を履いて今日は乗り切りました。本当にね、何度も何度も鼻水垂らしながらティッシュで鼻を噛んではチラシを配りました。今日は50枚、53枚ぐらいかな、
チラシが履けました。めちゃめちゃ空が青くていい天気で、今日はいい一日のスタートです。皆さんも今日も一日頑張りましょう。夏目ちゃんお前すごいよ。ありがとう、ね、アイドル上がりでは大変な病気、死にかけた病気して、うん、実際ワクチンのやつも政治家になって、うん、それも通してるしね、うん、政治家人としてもやることやってるし、うん、手抜かんでやってるし、アイドル人も頑張ってるし、うん、お前ほんとすごい。ありがとう、ほんと尊敬するお前。俺全然年下だけど嬉しい。結婚して。結婚は無理。いや、アクちゃんね、本当に4年前と比べてオーラが変わった。なんでですか。いや、もう本当にまず姿勢だよね。やっぱり僕も姿勢よくいいってよく言われるんだけど、はい、アクちゃんを見た瞬間もうなんかオーラ、先にオーラが違うと思ったんだけど、うん、よく観察してみると姿勢が良くなってるのはね、スラッとこうで、その天から降りてくる柱をアクちゃんの背骨で受けてるような感じで、もう女神様のように見えたのですこれ先生喜ぶ。全然オーバートークでも何でもなくて、はい、最初に言ってくれましたもんね。坂谷さんがそれに気づいてくれましたもんね、うん、姿勢めっちゃ良くなってない、うん、で一般の方ってたかだか姿勢って思ってる方多いと思うんだけど、いや、もしアキちゃんを見て思ったのはもう何よりも姿勢が一番大事だなっていう考え方に僕はなりましたよ。私たちの大投手、夏目あきさんです。どうもー。はい、ありがとうございます。